こんにちは、方程式 YouTuber です。今回は一次不定方程式とユークリッドの互助法、以前動画では学校で教えないユークリッドの互助法を使った一次不定方程式の X と Y の整数の解、それを求めるやり方を解説をして動画にアップしております。今回は学校で教えている一次不定方程式の解答のやり方、学校での勉強が少し分かりづらくなっていて、一次不定方程式をどうやって教わったんだろうというところに疑問を持たれている方がいらっしゃるような気がいたしました。その関係で学校ではどうやって教えているのか、マル秘の技ではなくてガチンコの学校でのやり方の解説をしてみたいと思います。では一次不定方程式とユークリッドの互助法、学校ではどのようにやるのかの解説をします。学校では 31x プラス 22y イコール1という一次不定方程式が出てきたら、仮にこの数字が最も小さい数字、例えば2とか3とか5とか7とか、こんなに大きくない数字だったら、実際には x か y に1とか2とかマイナス1とかマイナス2とか、そんな小さな数を入れて方程式を解いちゃえば簡単に出るんですよ。ところがこれから説明するやり方は、ここで見て分かる通り、そんな生半可な優しい一桁の数字じゃないんですよ。31とか場合によっては123とかね、そういう形で数字が作られてきているから、そういう大きな数字になっちゃった時にはどうやってやるのかって覚えておいてください。小さな数字だったら1とかマイナス1とか2とかマイナス2とか、そんな数字を適当にどっちかに入れて計算できちゃったらそれでいいんですよ。2つのやり方だから、そこをマスターしておいてください。今から説明するユークリッドの互助法は、こういう式が少し大きくなっちゃった場合の話です。ではどうするのか、実は簡単なんですね。31、22、大きい方どっちですか？31でしょ。大きい数から小さい数割るんです、絶対に。これルールということで、まず31を22で割りましょう。これです。ちょっと動かしましょう。ここですね。31を22で割ると小が1余りが9だから、それを横式で書く。31イコール割った数ね、先に割った数を書く習慣つけましょう。割った数かける小プラス余り。今度はここで書いてある通り、最大公約数の場合には31と22の最大公約数は割った数とその時の余りと最大公約数等しいっていうルールがあったから、それを使ってるだけだから、31を22で割った式がこれでしょ。今度は余りが出たから、この22、割った数を余りで割るわけ。それがこの話、それがこの話。縦式で書いたらちょっと見せる。こう、それがこの話。22を9で割ると、つまり22を9で割ると小が2で余りが4だから、22イコール9かける小が2、割った数を先に書いてね、プラス余りです。だ今度はこの9を4で割っていくわけ。この話、今度は9を4で割ると、9割る4は小が2で余りが1で、この一次不定方程式って余りが1になったら終了でいいから、余りが1になったら終了。そしてどういうことをやるのかというと、今やったこの計算の順番を、歴史を遡りの計、勝手に私がつけてます。この今やった計算の順番を遡って答えを出していくんだっていうのが、ここでの大きなポイントです。じゃあね、そのね、歴史を遡っていく計ってどういうことかっていうと、今やったのこれじゃない。31x イコール 22×1 プラスの9が出て、そして今度は22を9で割ってこれが出て、今度はこの9を4で割ってこれが出たわけでしょ。で、余りが1になるまでやるって言ったじゃない。大事なのは、余りが1になるまでやったら、これを1イコールにするわけ。この式を。1イコールに。1イコールなんちゃらって。だからこれ1イコールにするってことは、9のところにこの 4×2 が移行するわけだから、9-4×2 じゃん。これ。これこれこれ。この式。この式ね。この式。で、と同時に、歴史を遡る系って何を言いたいのかっていうと、実はこの余りイコールにするわけ。全部。このやつ。下から余りイコール、あ。真ん中のやつ、余りイコール、あの次は、い。最後、一番最初のやつ、余り9イコール、う。そして、今、この、あを、あを、1イコール9、マイナス 4×2 っていう、あを書いたでしょ。書いたら、よく見て、いを。余り4イコールになってんじゃん。余り4イコールになってるんじゃん。ここのところに、あのところに、1イコール9、マイナス 4×2 ってなって、この4。この4のところに、いを代入するんだよ。この4のところに、22マイナス 9×2 がここに入るのよ。入ったのが、この式よ。この式。入ったのがこの式。わかる？この4のところに 22-9×2 が入った。ほら。で、かける2。これ忘れないようにして。よろしいでしょうか。で、これ実際には具体的に計算をしては絶対ダメです。絶対ダメ。最終的にはね、最終的にはいい。もう一回ちょっと動かすけど、最終的にはこの形にするから。
1イコール1イコール31かけるなんちゃら数字プラス22かけるなんちゃらっていう数字にしたいの、最終的には。そのために今この遡りの計っていうのをやるわけ。遡りの計をやるためには、あまりイコールあまりイコールあまりイコールを作っとくわけ。遡ってね。で、計算のやり方は遡って計算していくから、見てればわかるから。で、今この1マイナス9マイナス4かける、はい、ごめんなさい、1イコールね、1イコール9マイナス4かける2っていう式を書くでしょ。で、この式のここ e のところに遡りの計で4イコールが出てるから、この式の4のところにこの22マイナス9かける2を入れちゃうわけよ。そうするとこの式になるじゃん。で、この後計算はしないのよ。どういう計算をするかっていうと、カッコ外すよ、カッコ外した時に9そのままでマイナスで2をかけるからマイナス22かける2ね。これ計算しちゃダメだよ、絶対ダメで、これはマイナスとマイナスプラスになって、プラスになって9かけるこれね、4ね、9かける4。計算しないでね、しないでね、いい？そうすると次だよ、次は今度はここ見て、9と9かける4ってこれ同類項じゃん。だから一つにまとめてマイナス22かける2をここに書くじゃん。で、一応今これ9かける1プラス9かける4って9でくくってあげると1たす4だから9かける5じゃん。これ9かける5で、マイナス22かける2はそのまま書いとく。すると遡りの計でこの9ってもう一回いくよ、ううって書いてあったけど、これほら遡りの計あいう、これあいううは9イコールになってっから31マイナス22かける1動かすからね、今覚えておいてね。このうは31イコール3、ごめん、9イコール31マイナス22かける1だから、この9のところにこの31マイナス22かける1を入れてあげるの。そうするとどうなるかっていうと、そうするとこうなるじゃん。一応全部見せて、ここまでが全部、ここまでが全部、うこれがう、この9のところに31マイナス22かける1が入るとこうなるじゃん、かける5ね、後ろは一緒。そしてこの5を分配の法則でかけてあげるの、31かける5、22かける5、マイナス22かける2、そのままこう同類項だから、ここは、22かける5マイナス22かける2っていうのは22かける7でしょ、マイナスのね。ということで、あと最後の調整は最初の問題でね、こうなんでプラスになってるかっていうと、もう一回ちょっとずらすからね、ずらすからね、これこれこれ、最初の問題で 31x プラス 22y になってるのよ、ここがプラスになってるの、イコール1だから、ここプラスにしないといけないんで、また戻すよ。どうなるかっていうと、それを意識してここ1イコール 31×5 マイナス 22×7 はこうプラスにしてさ、後ろマイナス7にするわけ。するとどうなるかっていうと、つまりこれですよ、 31x プラス 22y イコール1っていうのはさ、1イコールにするよ、左と右を逆にしてるだけ、1イコール 31x プラス 22y ってなってんじゃん。で、今求めたのは遡りの計で、歴史遡りの計で1イコール 31×5 プラス 22× マイナスなんて出たじゃん。ここあとほら係数を出してあげれば、 x は5で y はマイナス7っていう風になるわけ。わかるかな。もう一回確認するよ。何を確認するかっていうと、実は何をやったらいいのかってやつ、これ学校で教わっている一次不定方程式とユークリッドの誤助法を使って、この x と y の整数解一つを求めたかったらどうするかって、割り算するだけ、割り算するだけ、大きい数から小さい数を割っちゃうわけ。そうするとその割っちゃったやつ、これね、割っちゃったやつをどうやって書くのかっていうと、31はこれ割った数を先に書く、22かける小が1プラス余りを書く。そしたら今度は最大公約数のやり方と一緒、31と22の最大公約数は割った数22と余りの最大公約数に等しいっていうのがルールだから、今度は22を9で割る。そうやって割った数余りで割っていくわけ。どんどんどこまでやるのか、ここまでやる、ここまでやる、余りが1になるまでやる、余りが1になるまでやる。そしたらこれを上から下にこうやってずっと来たやつを、ずっと来たやつを、今度はこっちから余りイコール余りイコール余りイコールで遡るわけ。それがこの遡りの計、これ、この話わかるかな。今やったやつがこれで、遡っていく。で、これをベースにして式を、今度は4のところにこれ4イコールだからこいつを入れて、で、今度は9イコールになってるから次に式変形したやつを9のところに入れればいいよねって、これ9のところにうを入れれば、あとは計算するだけだよって、こうやって計算したら、
1イコール 31x プラス 22y っていうのが出てくるから、これが x でこれが y じゃんっていう、そういう話で回答をしていくのが学校の教室で教わるやり方です。ぜひその歴史遡りの計っていうのを覚えておいて、計算したやつを余りイコール余りイコールってして遡っていってみてください。これね、練習あるのみです。ただこれリンクしてるのは最大公約数の求め方にとってもリンクしてるから、そこを外さないように勉強した方がいいと思います。よろしいでしょうか。今回は学校で教えてくれる一次不定方程式のユークリッドの誤助法の解説をしました。しかし宣伝です。私の、方程式チューバーの動画では、学校では教えてくれない最も簡単にできる、簡単にですよ、ゲーム的にできる回答のやり方を載せていますから、ぜひそちらも一緒に合わせて勉強してください。センター試験や大学の入試の時にはこんな学校でやってる教えてもらったやり方だと時間ばっかりかかってしょうがないから、時間短縮を図るために、うまくやれるやり方はぜひマスターです。ぜひ勉強頑張ってください。お疲れ様でした。